こんにちは、実況の西岡明彦です。本日は大ドロモでの試合の模様をお届けします。江藤、ボールを取れるでしょうか。ここはボールを奪いに行きます。おジャンプしてタックルをかわした。これもナイスシュート、ゴール決まった。このコースは読まれていたか。ボールを運びゴールに襲いかかります。決まるか。このシュートは力が入りすぎました。素早く詰めたい。これはパスミスになった。いいですね、クロスを上げた。ここはボールを振り抜いて、残念、上がります。決まるか。ダメです。いいクロスに見えたんですが、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ロングシュートですが、これはキーパーです。ヘディングシュート、まだあります。いい形でゴール前まで持ってきました。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。このボールはどちらが取るか。パンチングで出す、ダイレクトボール、今度はしっかりとキャッチ。相手のボールになりました。この狙っていった、オーナーキック、頭でシュート、クロスバーを越えていきました。ルーニー、よく見えて自ら行った。ボールはまだ生きています。エトー、打てるか。入った。パスがよくつながっています。いい形を作りつつあります。頭、わずかにポスト横に。エトー、抜けてきた。効果的なパスが通る。どうなる、決まった、ゴール。出します。クリアはさらに相手ボールになります。いい形ができつつある。ボールを奪おうとします。シュートはディフェンスがブロック、自陣でカットしました。スコアは3対0。確実な力の差を見せつけました。今日はよくボールが動いてましたね。こんにちは、本日の試合は大ドロモ、実況は私西岡明彦がお伝えします。ゲームを作れる選手ですよ。これはカウンターのチャンス、ゴール前、ヘディングシュート、きた、ゴール決まった。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ボールダッシュを狙います。今のパスで完全に崩しました。ゴールだー。モリソン、ここはボールを奪いに行きます。うまくボールを奪った。カヌー、中には決まる。このヘッドはバーの上。ウタカ、モリソン、さあどうする、どうだ、決まった、素晴らしいシュートだ。モリソン、ここで打ってきた、跳ね返る、打つ、これは決めないといけませんね。いいクロスでしたが惜しくも合いません。いい形を作りつつあります。決定的なパス、よく取りました。クリアできるか。クロスきた、合わない。クロスはコースを塞ぎます。
どころでしたからね、よく耐えましたよ。モリソン、ボールを蹴り出したい。相手に渡ります。ボールが収まります。シュッ、パンチングで弾きました。予感のあるパスがつながった。クロスは許しません。まだボールは生きています。仕掛けます。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。さあどうする、決めに来た。ゴールです。ゴールドー、点を取りに行きます。へっ、まだあります。相手のボールになりました。このチャンスは生かせません。スペースを突きに来ましたが、ディフェンス集中してこれに対応しています。通しません。狙っていった。このスコアは4対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。こんにちは、実況の西岡明彦です。本日は大ドロモでの試合の模様をお届けします。モリソン、さあボールを取りに行った。切り裂いた。決まるか。ボールはキーパーの手の中へ。とシュートを集めた。ディフェンスに当たった。フローインに入ります。モリソン、ボールを奪おうとします。あとは決め、ゴールが決まった。ここで抜けたのは大きい。これはパスミスになった。ディフェンスがコースを塞ぎます。ここで攻守が入れ替わります。ゴール前、惜しい。クロスは結局ディフェンスに当たる。パス通りました。顔を上げたい。現在ボールをキープしているのはミラン。ここはボールを奪いに行きます。パスコースにはディフェンスがいます。クロス上がった。ダイレクトボレー、つながります。さあ中、ここで安心してはいけないです。ディフェンスがブロックに入ります。これは守る側に危険信号だ。彼がシュートを外すことはめったにありません。決めに来た。ゴール。モリソン、見事なパス。サイドからのチャンス。ボールの激しい奪い合いです。もう打つだけだ。決まった。ゴール。どうだ。ゴールです。点差がさらに広がります。そうです、フェルマーレン、彼は今日素晴らしい守備を見せています。マンオブザマッチに選ばれてもおかしくありません。それほど素晴らしいか。このボールはキーパーへ。ボールを取れるでしょうか。現在ボールをキープしているのはミラン。これで決まるか。決める。決まった。決まった。ゴールです。予感のあるパスがつながった。シュートに行けるか。狙った。あと入った。このシュートはさすがに強引か。いい形を作りつつあります。スライディングでボールを取りに行く。
笛が鳴ってこれはファール。つながってシュート、ゴールだ。カードは出ません。選手たちも今日は激しくいっています。ここで試合終了。自力の差が現れたゲームになりました。こんにちは。本日の試合は大ドロモ、実況は私西岡明彦がお伝えします。パス通りました。顔を上げたい。チャンスの匂いのするパスです。あっと、ここはボールを奪いに行きます。ここでまだあります。ひとまず前に出しました。ウィア、技術がある選手です。ボールを持たせると危険ですよ。少しよろめきましたが倒れません。さあどうだ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。つながります。ウィア、コースが変わります。クリル、クロスきた。合わない。クロスはチャンスになりません。モリソン、いい形でゴール前まで持ってきました。いいパスだ。ここで打つ、来たかと誰もが思ったところでしょうが、なんとかクリア、なんとかクリアしましたが相手の攻撃は続きます。クリル、嫌なところに出されたぞ。上がった。あとはゴール。このボールは重要です。さあスタジアムのテンションが上がります。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。さあボールを取りに行った。さあゴールの方向を向きたい。さあどうだ。これは来た。入りました。試合は同点となります。ヘッドでシュート。難しいシュートでしたが、タックルでボールがこぼれました。モリソン、ここはボールを奪いに行きます。素晴らしいコンビネーション。ボールを蹴り出します。打った。シュートは外れて天を仰ぎます。クリル、スルーパス。これはつながりません。モリソン、マークを外した。何でもない。ポストに当たって跳ね返る。クリアできるか。ファールの判定。いいパスつながった。しっかりついてクロスをブロック。フェルマーレン、ボールを奪おうとします。ここを抜けてきます。中にはゴール。決まった。さあこれでゲームのバランスが崩れました。なんとか回避です。